人を信じる心があれば恐れるものは何もない。スパイダーマン、ゆるゆるトーンクリエイター、ゆるゆるトーンクリエイター。今回も変異種からスタートです。愚かですよね。また飛びすぎてしまう話。またピネだ、またピネだ、行くぞ、行けー、ゆるゆるトーンクリエイター。ダメダメダメよ、ダメ。貸したお金が忘れた頃に返ってくる的な話。なんだ、記憶力がガバガバ。彼まだやるつもりか。うらっ、よくわからんけど嬉しい。ちなみに前回の小ネタに入れる予定でしたが、グランプリのネタバレを回避するために断念しました。賢明な判断だ。小ネタの中で小ネタを詰める話。あーもうめちゃくちゃだよ。上り坂大輔の世界がつるる。はい、流れるようなノックダウン。さあ次です、下り坂、上り坂、くる。残念なスピンドリフトの中断。そしてとどめのバレルロール。くるかんぶりやられた。ポルターガイストの仕業。ゆるゆるコンピューター。ゴーストシップだから幽霊は存在する。さあジャンプ台。ゆるゆるコンピューター。いや、もらった。はい、頑張っただけでした。ラッカの美学だ。コースアウトの判定がシビアすぎる話。もうちょっとわかりやすく説明してよ。無理無理無理。かましいな。今のでコースアウトの判定なの、ほんとひで。皆さんおはよう。粘る話。そしてその時間は全部無駄になるよな。バランスを崩した。あ、本当に頭おかしいですよ。そうかもしれん。再現できる気がしない話。いくぜ。くるゆるトーンクリエイター。なぜバレルロールになったのか、これがわからない。さあ勢いをつけて一気にいくか。くるゆるトーンクリエイター、いくぞ。カモン、飛んだ。挙動が謎すぎる。まだだ。くるゆるトーンクリエイター。ああ、もうめちゃくちゃだよ。シロー兄貴のいつものあれ。ヤング、かまするよ。だけどよ、だけどよ、だけどよ、おい。やってやる、やってやるぞ。ゆるゆるトーンクリエイター。ダメだ。勢い余る話。バイエ出たいですね。出たいですね。行きますよ。はい。ジャンプ台。ゆるゆるトーンクリエイター。ゆるゆるトーンクリエイター。行き過ぎた、行き過ぎ。くさったれ。ゴールの直前に仕掛ける話。これ試験印象ですね。全く違う。もらった。ぐるぐるコンピューター。ぐるぐるコンピューター。そんなバカな。当時、私はクラブに所属していなかったのですが、このプレイヤーに勧誘されました。でも、ビッグさんのクラブに加入するつもりだったので NG。なんかごめんやで。卓越したバランス感覚を持つ者、スパイダーも勢いよく入ってまいります。見てなさい。おはー、バランスが崩れるとまずい。うわー、ゆるゆるコンピューター。よし、素晴らしい。なぜか助かる話。ぐるゆるコンピューター、落下の美学を見せてしまった。うわー、あいや、バランスを取っている、バランスを取っている。危なかった。速度を犠牲にした話。もうこの式は成り立たない。行け、落下の美学の美学の山頂。そっか、ゆるゆるコンピューター。さすがに遅すぎる。そうですね。タイマンで勝つ話。ゆるゆるコンピューター。ぴったり食いつかれている。ゆるゆるコンピューター。対戦相手がフラッシュしました。これ見ろ。おっと、これはこれで競技終了です。ということで、ようやく体験できました、レース途中での打ち切り。このシステム自体は素晴らしいものです。あとは一刻も早くタイマンに導入してください。ということで、今回はここまで。次回もお楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。